岡崎博美は、日本の政治家。新社会党所属の元衆議院議員。新社会党中央執行委員長。兵庫県立赤市南高等学校卒業。日本社会党の党員であり、1990年の第39回総選挙に、旧兵庫一区から立候補しようとしたが、公認を得ることができず、無所属で立候補し初当選した。選挙後に、 社会党開廃入りした。1993年の第40回総選挙においても、同様に公認を得られず無所属で立候補し再選。1996年1月1日、参議院議員の矢田部おさむらと共に新社会党に参加。その後、社会党を除名された。同年10月の第41回総選挙には比例近畿ブロックの 新社会党名簿第一位として立候補したが落選した。その後の総選挙、参議院選挙でも落選を経験し、原和美ら更新に道を譲る形で新社会党、副委員長も辞任したが、政治家としての活動は続けている。2017年4月23日新社会党、第22回定期全国大会で、党中央執行委員長に選出。現在に至る。 選択的夫婦別姓制度導入や、婚外子差別撤廃など、民法改正に賛同。女性差別撤廃条約も批准された。そして国内でもいろいろな運動も展開された。そしてその中で女性の生き方を束縛するような、問題で速やかに解決するべきと述べている。選挙などでは、岡崎博美という表記をよく使っていた。百九十八年六月。 岡崎博美著、国会に窓はない土井高子さんへの決別宣言、教育資料出版会、ISBN4 億8765万 2341X 新社会等、第22回定期全国大会新社会等、第22回定期全国大会第122回、国会法務委員会議事録、第2号平成3年12月4日。ありがとうございます。